では続いて問題の21を見てまいります。この問題は正当率がだいたい75%ぐらいの問題となっています。問題21、道路用地の収容にかかる損失保障に関する次の記述のうち正しいものはどれかという問題で損失保障に関する問題というふうになっています。まず選択肢の1番見てまいります。土地を収容することによって土地所有者が受ける損失は 当該道路を設置する企業者に代わり、収容採決を行った収容委員会が所属する都道府県がこれを保障しなければならない。ということで、この損失を誰が保障するかということが問われています。で、この損失を保障するのは企業者になりますので、この問題、選択肢では企業者に代わって都道府県が保障しなければならないというふうにありますので、これはツというふうになります。 で、この企業者っていうのは何かというとですね、例えば何か鉄道を建設するといった場合に、いわゆる鉄道会社が企業者ですね。で、鉄道を建設する場合に必要な土地をですね、要は土地の所有者から購入しますと。土地の所有者が被る損失は誰が負担するのかということで、その鉄道会社である企業者が負担するというふうにイメージしていただければと思います。ですので、この問題は、 都道府県がこれを保障しなければならないとしているので、えー、罰というふうに考えてください。では続いて、選択肢の2番見てまいります。収容対象となる土地が、当該道路に関する都市計画決定によって建築制限を受けている場合、当該土地の権利に対する保証の額は、金傍において同様の建築制限を受けている類地の取引価格を考慮して算定した価格に、物価変動に応ずる修正率を乗じて得た額となる。 とといいうふうににありりまますすがこれはというふうになりますどこが違うかというと、この金峰において同様の建築制限を受けている類似の取引価格を考慮して算定した価格に物価変動に応ずる修正率を常時で書くというふうにありますが、これは実際判例があるんですが、建築制限を受けていないとすれば、採決時において有するであろうと認められる価格を保証すべきというふうにしておりますので、この選択肢では、 建築制限を受けている類似の取引価格を考慮してというふうにありますが、ここの部分ですね、これが誤りというふうになっております。判例知識としてですね、知っていれば解ける問題というふうになりますので、これは該当のですね、判例を押さえておくということが有効かというふうに思います。では続いて3番ですね、見てまいります。 収容対象の土地で商店が営まれている場合、商店の建築物の移転に要する費用は保証の対象となるが、その移転に伴う営業上の損失は保証の対象とはならないということですが、これは誤りというふうになります。まず前半部分ですね、建築物の移転に要する費用は保証の対象となる。これはその通りなんですけれども、後半部分ですね、営業上の損失は保証の対象とはならないとありますが、 この営業上の損失も保証の対象となるというふうに規定されております。これは土地収容法の88条という条文がありますので、この条文のですね、2文後に従って、この営業上の損失というものも保障の対象となりますので、これは誤りというふうに考えてください。続いて選択肢の4番見ていきます。収容対象とはなっていない土地について、隣地の収容によって必要となった森戸、切り戸に要する費用は、 損失保障の対象になるが、それにより、通路、溝等の工作物が必要となったときは、当該工作物の新築にかかる費用は保障の対象とはならない。とあります。この選択肢もですね、3番と同様で、前半部分は正しいです。林地の収容によって必要となった、えー、森戸切り土に要する費用は損失の保障の対象となる。ここまでは正しいんですが、後半部分ですね、工作物が必要となったときは、この工作物の新築にかかる費用も保障の対象と、 なりますので、ここがバツというふうになります。ですので4番も誤りというふうになります。これは判例がですね、ありますので、これは判例知識というものが問われる問題というふうに言えるかと思います。では最後に5番を見てまいります。この残った5番が正解というふうになります。 収容対象の土地の所有者が、収容委員会による採決について不服を有する場合であって、不服の内容が損失の保障に関するものであるときは、土地所有者が提起すべき訴訟は当事者訴訟になるということで、これが、いわゆるですね、形式的当事者訴訟と呼ばれているものです。で、まずこの土地の所有者なんですが、この採決そのものについて不服がある場合は、収容委員会を相手に訴訟をするというふうになりますが、取り消し訴訟ですね、提起するんですが、 このように不服の内容が損失の保証、保証金額ですね。これに関する場合は、選択肢の1番ですね。で、見てきたように、土地の所有者は企業者。1番の例で言うと、いわゆる鉄道会社に対して損失の保証額を争うということで、まあ、金額の,あの争いになりますので、採決そのものについては不服はないけれども、金額に不服があるというケースは、この形式的当事者訴訟ということで、 この土地収容法に出てくるこのパターンがですね、いわゆる形式的当事者訴訟の、いわゆる典型的な場面というふうになりますので、これも含めてですね、押さえておいていただければと思います。で、この問題はですね、損失保証に関する問題ということで、形式的当事者訴訟ですね、これについての理解を問う問題ということで、特に選択肢の5番ですね、これをまあしっかり押さえていただければと思います。あと残りの問題ですね、条文と,あとまあ判例知識になりますので、ここで出てきたですね、 判例等についてもしっかりと押さえておいていただければと思います。